どうもセリカです。ねえ、知らなかった。今ね、4時半です。3時に来てたんですよね、きっと。多分これが、エイプリルフルに来る予定だったものが、今日来たってことですね。期間限定で、煽りオンラインがドット絵に変化。ドットスキンを選択して限定マップで遊ぶことができるぞ。これなんだ。多分ね、最初に出てた絵より、ちょっと服着てる感じ。え?400万ダウンロード記念イベント開催その2。ドットイベントが開催。スケジュールがこちら。4月14から19まで。あ、時間が決まってるんだ。3時6時。やばいじゃん。今4時半ですよ。やばいやばい。あ、時間限定なんだ。週末とかは9時から12時。で、特別のステージ。青鍵祭りみたいな感じですか?で、裏ステージの出現率 100% や特別ボーナス。400万ダウンロード。あ、甲子園結果。2位でしたね。どんだけ違うの ?1、10、100、1000万。1億以上違うってこと?またこれ、ずーっと青が勝ちですね。次は青にしようかな。あ、え、何?ちょっと待って、本当に全然知らなかった。すごい、400万ダウンロード記念だから、4000枚ずつもらえるのかなり美味しいですね。400万ダウンロードおめでとうございます。すごい。じゃあ、エイプリルフールで来る予定だったのは、これと重なっててって、これすごいんですけど。何にもやってないけど、もうヒロシになってる。え?これがドット絵ってやつですね。ちょっと昔のゲームわかんないんですけど、もう早速やってみます。え?ああ、もうもらったってことですか?全然詳細を読まずに進んでます。なんか6時までだったら、あんまり時間がない。っていうことは、青鬼も増えてるってこと?あ、そうか。やっぱりここエイプリルフールの場所ですもんね。ドットになってるっていうことですね。お!これか。さっき見たやつですね。モザイクで出てたのが普通の青鬼とフワッティで、なんか前見た時はお洋服がね、黄色い T シャツっぽかったんですけど、ちゃんと制服になってる。で、これ、ヒロシはもう勝手にもらえてるっていうことですね。もう早速行きます。やばい、めちゃくちゃ焦って、わー!え?タクロウとかいるよ?ミカもいる。全然チャレンジ来てたんですね、きっと。何にも見ないままね、来ちゃいました。多分なんか、一回使うとか、一回プレイとか、青逃げするとかでもらえるんだと思います。フィッシャーズさんのスキンの感じで言うと。すごい、ミカ欲しいな、ミカ。どうやってもらえるんだろう。全然わかんないまま来ちゃってますけど。ステージが特別ステージっていうことらしいので。わっ!ええー、あ、宝箱もかわいい。あ、レディーがかわいい。ええー、私これか。ちゃんとマフラーフラフラしてる。あ、ワードは普通。宝箱かわいい。あ、これは普通なんだ。これはどこ?あ、昔クモ鬼が出てたステージかな。めちゃくちゃ見やすいんですけど、なんか余分なものがなくて、ロッカーに入るとこんな感じ。ロッカーもちょっとかわいい感じですね。なんだこのつなぎ目みたいな感じ。ちょっとビリビリしてません?私だけ?なんか、画面がビリビリしてる。重いのかな?宝箱かわいいし、見やすい。ここも丸見えじゃん。めちゃくちゃやりやすいんですけど、青鬼がどこにいるかって結構見やすい。いやーちょっと石像かわいい。お、わ、来た来た来た。これか、青鬼。ちょっとね、私今音量がゼロになってるので、あんまり聞こえてないんですけど、青鬼の音は聞こえてんのかな?あー、これ閉じ込めやりたいなー。できるかなー。ちょっとプレイヤーさん部屋だったので、ご迷惑なる。わー、来た。ちょっと、あ、キラキラがある。あ、これも普通だ。石像かわいい。危ない。ちょっと待って。危ない。わわわわわ。めちゃかわいい。もう、見やすいっていうのがすごい。このステージで結構、部屋に入ると見えなくなって、結構不利なこと多かったんですけど、これ隣も見えるし、全部見える。かわいい。これが6時までってことか。で、6時過ぎたら、あ、なんかキラキラの人いるよ。え?ヒロシがキラキラになってる。キラキラにもなれるの?やばい、青鬼がいる。そうなんだ。多分なんかチャレンジクリアすると、早いな。青霧も可愛い。やばい、ちょっと石像ツボだな。見やすい。あ、いるじゃん、フワッティが。やばい動きする。これやばい。口が、うわわわわ。口がガミガミしてる。やばいやばい。いやいや、動きやばいって。普通のフワッティよりやばいのかな?いつもあんな感じなのかな?ちょっと可愛いんですけど。なんかビリビリしてるな、やっぱり。あ、これなんか、青逃げしなきゃいけないとかなんかありそうだな。やばい!顔が怖い!目が怖い!いやー、ちょっとフワッティやばい!
レッド。なるほど。やばい、見切り発車してますね。ちょっとチャレンジ見てみますか。絶対来てるよね。あ、やっぱりそうか。ドットヒロシでプレイで、あ、一体受け取り、3分の2。3分の2。3体ゲットで、キラキラになるのかな、いつもの感じで。ドットたけしでプレイすると、ドット青鬼になれる。なるほど、あの青鬼が操作できるってことですね。すべてのチャレンジをクリアで9999枚。なるほど。4月19まで意外と短いね。これが1日3時間ぐらいずつ、時間の指定で、時間限定であるっていうことですね。もう気づいたのが本当に遅くって、タクロをとりあえず手に入れて、で、タクロでプレイすると、ミカがもらえる。なるほど。めっちゃ焦りましたよ。3時に来てたんだ。もう時間がない。はい、やっていきます。よし。今度はタクロでやります。なんかね、ボット部屋にしか繋がらなくなっちゃったので、このステージだし、ちょっと閉じ込めはやりたいんですけど、今ね、5時前ぐらいなんで、まあできるかどうかわかんないですけど、久しぶりに、なんかこのステージ見やすいし、石像が面白い。やれそうな感じ。どっちかなー、どっちかなー。ここにしてみようかな。よいしょ。どういう風だったっけね、もうだいぶ前にやってたんで忘れちゃった。いや、この石像めちゃくちゃ可愛い。あ、こう自分で押しちゃうのね。押しちゃうのからちょっと難しいけど。2体目がこの辺で出れば、やばい、あと10秒しかない。出る？もう出ちゃう？出ちゃいそう。やばいな、間に合わない。あ、どっかで出ましたね。一応作るだけ作ります。あー、いる！ふわって出てる、下から出たのか。なるほどね、下閉じ込めもありですね、ここの。石像2個置いて。やばいやばい、くるくるくる。このたけし何なの、頭なんか反り込みみたいになってるけど。あ、死んじゃった。ふわってやばい。あ、キラキラもあり。オッケー、倒れるとまたこんな感じでみんなゴロンしてる。ここで3体目はもうここに。3体目結構ここに来ることもあるんですけどね。一応作っといて。仕掛けだけしといて。まあ、プレイヤーさん部屋でやるとね、皆さんの意思があるので、なかなか石像動かせないと思うんですけど、ボット部屋になった時はいけるかもしれないですね。よし。ふわってやばいな、今回。こっちか、惜しい。反対にしとけばよかったね。閉じ込められたかな。やばいやばいやばい。口がさ、むにゃむにゃしてるよ。ガミガミしてる。危な。ちょ、たけし何、頭大丈夫。めっちゃ反り込み入ってる。まだ25人もいるの、3体出て。頑張れ、青鬼。さあ、でも400万ダウンロード。まさかの400万ダウンロードでしたね。すごい。あ、押しちゃった。すぐ押しちゃう。あれ、開けられなかった。これね、青切りにちょっとに色が一緒だからだいぶ見にくいよ。危な。私ね、昔あまりゲームやってないんで、このドットが何なのかってのがちょっといまいちわかんないんですけど、昔はこういうのがゲームだったのかなっていうぐらいのレベルです。4人、まあ、ボット部屋なんで青逃げはちょっとさせてもらって、カウント1稼いときたいですね。結構皆さんプレイされてるのかな、通信がちょっと悪くって、ボット部屋になる感じでしたね。何回かやり直したんですけど。石像が面白い。やばいやばい。オッケー。なるほど、こんな感じ。あ、クリアって出た。青逃げ成功、最後の一人が。いいですね。よし。夕方また忙しい時間に。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、ミカもらって。あ、タクロで青逃げで、もう一体タクロがもらえて。あー、なるほど。ちょっと気づくのが遅かったので、これはちょっとゆっくりめのスタートになりましたが、やっていきたいと思います。あ、すごい！そうか、ウイルスもらえるし、青鬼になったんだ、この人。80人かな？ 80 人ですよね、きっとね。よーし、行きます。やばい、ミカかわいい。で、6時まではこのマップと全員ドットのスキンですが、6時以降も、ドットスキンは使えるっていうことですね。マップは普通になるけど、違和感ですよね。普通のステージに、ドットスキンがこれからどんどん増えてくるっていう感じですね。まあ無料でもらえるならだいぶありがたいですよね。こんなスキン可愛いのに。やばい、青鬼いるじゃん。あれが操作できるってすごいなぁ。いやでももう丸見えなんで、このステージ。青鬼観戦やりやすいんじゃないかな、もしかしたら。どこら辺に、ボットが何人いるとか、プレイヤーさんいるとか結構見えるから。
で、私オーラついてんのかな、そういえば。本当だったらついてないけど。あ、持てちゃった。もらっていい？ごめん、ちょうだい。ごめんね。あ、もう2体目出ちゃった。3体、ごめん。ダメ？あ、1列になってる。ですよね。邪魔な壁を作ってしまった。ごめんね、ちょっとやりたかっただけで。青に出た出た。来た！待って、怖い！ごめんね、入ってた。いやいや、怖いな、あの魔法に。マジで赤道壺、かわいい。かわいい。バレないんじゃないこれ。青に。あ、バレてるバレてる。危ない危ない。危ない危ない。どうしようかな、青逃げ。いけるかな、ロッカー張り付いてるのも丸見え。いや、やりやすいんじゃないこれ。危ない。うわ、来た！来たよ、あのちっちゃいの。やばい。待って、やばいやばい。やばいやばいやばい。なあ！いやあ！死んだ。はい、ということで、ちょっとやってたら、新マップ出ましたね。ツイッターとか DM でたくさん情報いただいてありがとうございました。一応ね、新マップ出ましたので、この顔、2020って書いてありますね。なるほど。はい、完全に出遅れましたが、一応動画が撮れましたので、ちょっと差し替えさせてもらいます。本当は今日、ヤマタノオロチの動画を作っていて、もう4時半ぐらいまで編集してて、気づいたら新しいの来てたっていう状態なので、ちょっと差し替えをさせていただきます。すいません。はい、ということでございますので、今日の動画はこちらのドットプレイができるっていうことでございます。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらまた明日見てください。ぜひ見てほしいです。はい、よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。